あの伝説のヒーローが帰ってきた。セガエンタープライゼスからはドリームキャスト用 3D アクション RPG レンタヒーローナンバーワンが見参だ。ゲストはプロデューサーの石本のり子さん、そしてパブリシティ担当の山崎淳二さん。このレンタヒーローナンバーワンは8年前メガドライブ用ソフトとして登場、多くのファンを獲得したんだ。そして今回ついにドリームキャストで生まれ変わって再登場することになったんだよ。そのレンタヒーローの魅力を探っていこう。このゲームの売りは何といってもバラエティ RPG だっていうこと。テレビのバラエティ番組のように楽しく気軽にプレイできちゃうんだ。レンタヒーローになるためにはどうすればいいんだろう。答えはコンバットアーマーを身につけること。そのコンバットアーマーはセカっていう会社がレンタルしているんだ。もちろん有料だから、レンタル料を稼ぐためにいろいろなバイトをしなくちゃいけない。ヒーローも楽じゃないね。もちろんヒーローらしい仕事だってある。必殺技もほらかっこいいだろう。報酬のお金をもらうかどうかは君が決めるんだよ。決まった！とっても気持ちいいよね。レンタヒーローは連続攻撃や必殺技をワンボタンで出せるんだ。やっぱりヒーローはこうでなくちゃ。超必殺技の炸裂だ。君もレンタヒーローナンバーワンで明るく楽しくヒーロー気分を満喫しちゃおう。 V ちゃんの方でもね、どん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 情報を出していきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。このレンタヒーローとっても楽しい RPG なんで、ぜひこれからも注目していってほしいですね。